皆さんこんにちは、マーキーです。今回もルイージマンションをゆっくり攻略していくよ。さて前回は、とりあえず、ルイージ、あんたちょっと匂うんじゃね。みたいな感じで、今回はフックショットを手に入れた、ちょっとウェニーなルイージでお送りします。さて、前回はここまでやりましたが、早速フックショットで、いろいろ飛び交ってます。ここぞと言わんばかりの、フックショットギミック。左右から吹き荒れる風も何のその、あ、懐かしのトロッコワープ。現在でもトロッコワープ使えるのかな？出ました、井戸の怨霊たち。だがしかし、今日の私は石の剣を持っているのだよ。木の剣だと知らされないで、小切りの剣で頑張っていた前回とは違うんだ。そして、鍵と金とダイヤが手に入りました。おや、ここは前回閉じられていたドアですね。繋がっていたのか。さて、続きをやっていきましょうか。この妙に明るい井戸の中には一体何が隠されているんでしょうか。なんか地味に怖いこと書いてあるんですけど。ゲームだから死ねるけど、現実だったらどうよ。って、言われた通り死んだけどなんともないじゃないか。そうか、まだそのレバーを倒してないんだね。無駄死にしたぜまったく。ということは、こっちにレバーがあるのかモンスターハウスじゃ。ちょ、あんな狭い部屋に30人ぐらいのスケルトンたちが待っていたんだけど。ああ、そうか、最近マーキー CD の登録者人数が2000人突破したのをお祝いしに来たんですね。わかります。いやいや、本当にゆっくりさんは強いな。他の動画投稿者さんに比べて荒い編集なのに、ここまで伸びることができたのは、本当に皆様のおかげです。この場をお借りして、感謝を述べたいと思います。しかしまあ、なんで先週の週末いきなり再生数が伸びたんですかね。2ちゃんの晒しすれにでも乗ったんじゃないかという、心配がありましたが、何の煽りコメントもなかったので、安心しています。動画投稿者としては、皆さんがどこから流入してきているかすっごい気になるんですよね。もしよかったら、コメント欄にどこから来たのかとかコメントしてくれたら、とても参考になります。さて残りも少ないし、仕上げといきますか。光明変上限異人力魔界機械幸福怨念不思議力悪妖体三強成成物。まあ、ヌーベイも終わったし妖怪ブームもここらで習得を迎えるかな。さて、全部レバーを引いてやったぞ。これで、あそこを渡れるようになっているわずだ。あれれー？おっかしいぞー。もしかして、もう一回死なないとあかんの？何この罰ゲーム。まあ、そんなわずないよなと思い、もう一回レバーを確認するが、死ぬしかないようで。本当に、死んだら橋が出た。これはあれかな？サンズの川ならぬサンズの橋かな。おお。ルイージは盾を手に入れた。この盾のグラフィック、しょっぽいけど、これがアドベンチャークラフトのデフォルトスキンなんだよね。あんな木の盾じゃ何も防ぎようがないけどね。おっと、ここでテレサの登場。そういえば、マリオの兄貴はお尻でテレサたちを倒しているけど、お尻に何か除霊できる不思議な力があるんですかね。まあ、そんなのさておき。シルバーキーを手に入れたので、銀の扉の場所へ戻りましょうね。さてやって参りました。なんかただならぬ陽気を感じる。私のことかな。うるせえ、そこは黙ってろ。さて、広い部屋だ。おのれ、テレサ、まだ成仏してなかったか。この鬼の剣がお前らを成敗してやる。うおー。このただ図体がでかいだけで、役に立たないやつー。ふぅ、やっと倒したと思ったら、今度はスケルトンソードのお出ましか。あ、でも、このスケルトンたち、マリオで言ったらどういうポジションの敵なんだろう。カロンかな？でも、カロンよりもマイクラのスケルトンは無能だと思うんですよね。だって復活して襲ってこないし、そこまでやって初めて怨霊だろ。とまあ、こんなところでスケルトンの今後をプロデュースするわけじゃないけど、なんか、そういうマイクラにもアンデッド系のモブとかはいたら面白いのにな。家の中にいても、地中から湧いて出てくるとか、そういうモッドがあったら、私はやりたい。こう見えてマーキーさん。ホラーゲームで怖がったことがないので、本当に怖いゲームやってみたいですね。
前に、怖がったふりをしながらゲーム実況やったのですけど、あまりの罪悪感のため、消してしまいました。夏じゃないけど、ホラーゲーがやりたくなる季節ですね。さて、残りはこいつ一匹かな。あ。巨大スケルトンが現れた。このスケルトン、実は通常攻撃が効かない技なのですが、なぜかピストルの弾は当たるみたいですね。ほらこの通り。これ、チュートリアルでピストルを手に入れてなかったら、どうなっていたんだろう。ピストルがなかったら、倒し方が一切わからない。いつもなら、溶岩とか剣山とか用意されているけど、やっぱりピストルで倒せってことか。しょうがない。ここは FPS ゲーマーのマーキーがエイムの基本を見せてやるよ。多くのゲームでは、走り撃ちの初段だけがまっすぐ飛ぶ仕様になってたりします。まあ、落ち着きすぎて、相手に倒されたらおしまい。ボスを倒したのと同時に、死んだけど、うまいとこフラグが立ってくれたみたいです。ここで、やっぱりあのボスを倒すギミックは何も登場してないなぁ。と辺りを見回してます。あれ、この BGM はプレイしてくれてありがとう。残念だけどここで終わりです。はぁ、まだやってなかったらトレーニングルームもやってね。はぁ、新しいコースは近日中にアップ予定です。はぁ、鍵はどこにある。鍵はどこにある、じゃねえよ。このマップの最終更新日3年前なんですけど。え、これ本当にここで終わりなん。一応上に行って確認してみよう。グローストーンの上に立つと入り口まで変えられるよ。そうなの？ということは、続きがあるんだよね。ここから出る必要がある。あの木材にフックショットで。すごい、江戸川コナンを感じるルイージのつぶやき、あそこに向かってフックショットだな。あ、ここはどこだ？あ、落ちれた。どうやら、井戸の外に出られたみたいですけど、やっぱり新しい鍵が手に入ってない。やっぱりこのマップ、あそこで終わりなのか。そうだ、鍵を奪ってきて。これで、ここの扉を開けられるはずだ。ほら、やっぱり続いてんじゃん。マーキー TV プレゼンツ、アドベンチャークラフト、ゆっくり実況シリーズ第3弾。ゼルダの伝説、ザ・シャドウゲート。2015年元日、更新予定。2週間ぐらい時間が空くけど、期待して待っててね。以上マーキーでした。面白かったら、親指立てていってね。それじゃあ、また次回作で。